の知っとく長崎は街ブラプロジェクトを体感しようというテーマでお送りします。田上市長どうぞよろしくお願いします。お願いします。ということで市長と初ロケですね。ですね。ちょっとドキドキしますね。ねえ。で我々はなんと今メガネ橋の上にいるんですね。今このエリアで進んでいる街ブラプロジェクトを実際に見ていきながら市長にご説明していただこう、ね、ということなんですもんね、はい、今日は大倉さんと一緒に歩きながら街ブラプロジェクトで街が今どんなふうに少しずつ変わってきているかということを、はい、うん、ぜひテレビをご覧の皆さんと一緒に感じていきたいと思います、はい。これは長崎の中心部なんですけど、はい、ここが長崎駅でここが松ヶ江の埠頭ですね、ここに、町中があります。この町中実は、例えば南山手東山手というところは洋風のエリア洋館がたくさんありますよね。それから、隣に行くと今度関内新地という、中国の香りがするエリアがあって、はい、もうちょっと行くと道座間の町というにぎわいのエリアがあって、さらに行くと、中島川中通寺町という丸山も含めて和風のエリアがあるんですね。その先には市場の町新大区があるということで、これが実は一本の道の界隈にあるんですね、はい。そういうことでこの、あのエリアの個性をですね、うん、もっともっと引き出してこのエリアを歩いて楽しいエリアにしていこうというのが街ブラプロジェクトです、はい。今ずんずんとそのプロジェクト進んでおりまして、はい、5つエリアがあります。で今回は中島川寺町界隈ということでこの和のエリアを巡っていろいろと市長に説明をしていただこうと思いますよ、はい。一つ目のチェックポイントはここです、はい、ここ、はい、いきなりすごく地味な、はい、ポイントなんですけど、はい、この横断歩道ですね、うん、少し変わってると思いませんか。え、この柄ですか。そうですね、これはペンキで描いてるんじゃなくて、はい、白い石をこうやって埋め込んで横断歩道にしてるんですね。埋め込まれてるんですね。そうですね、はい。ここが以前のペンキで描いてる時の横断歩道なんですね、はい、よくある横断歩道ですね。そうそう、やっぱりここはメガネ橋というとても情緒のある場所なので、はい、これを渡って中通りや寺町に行くというメガネ橋を見に来た皆さんが町に入っていくという、まあ、入り口のような場所ですけど、これに合った横断歩道ということで、こういう石畳を埋め込んだ横断歩道にしたんですね。そうなんですね、はい。なんか風合いとかが、そうですね、情緒があって、はい、いい感じがします、はい。こういうものを小さな工夫をこの町全体でもっともっと積み重ねていきたいと思います、うん。小さな工夫ですか、はい、楽しいですね、はい。メガネ橋からすぐ近くの通り一本入ったところ、東古川通りですね。そうですね。次のチェックポイントは、はい、こちらです。こちらキッチン誠司さん、もう皆さんよくご存知だと思いますけども、はい、実はあのキッチン誠司さん、うん、あの観光客の皆さんですとか、あの、まあ、市民の皆さんもですけど、あのトイレにどうしても行きたいなっていう時にはトイレをあの使ってください、お貸ししますよという街角トイレをここで、していただいてるんです。そうなんですか、はい。お店のお手洗いを使ってもいいってことなんですか。そうですね、市民の皆さんがですね、あのこういう活動しようってことで今あの少しずつ広げている活動なんですね。トイレはやっぱり歩くときにはとても大切なので、はい、うん、街角トイレもありますし、はい、それからあの公共のトイレも今少しずつきれいに整備していったり、それからいろんなあの会社のトイレなんかも、はい、あのちゃんときれいにして使えるようにしたり、そういうことを、この界隈でもしていただいています。ですか。いや、これはありがたいですね。そうですね、これもぜひあの友達を、観光客の友達を案内するときとかに知っておいていただけると助かると思います。ここは東古川通りで、はい、あのすごく雰囲気のある通りなので、うん、このファンの人もね多いと思うんですけども、実はここにも、次のチェックポイントがあるんです、はい。こちらですね、吉川鮮魚店さん、はい、鮮魚店さん、この建物素敵だと思いませんか。この入り口のあたりですね、
確かに和を感じさせる、はい、外観ですね。実はこの辺り一帯は町屋が多いエリアなんですね、はい、町屋って本当に雰囲気があるので、うん、もっともっと町屋を増やしたり、うん、それから町屋風の雰囲気を出してくれる建物を増やしたりしようということで、今一軒一軒増えてるんですけども、はい、今年1年ぐらいで、うん、合わせると30軒ぐらいになるんですね。何年か前と比べてみると、うんうん、こういう雰囲気のある建物が増えてきてるんですね。そうなんですね、はい、お家自体、建物自体をこう和の雰囲気に変えていこうということなんですか。はい、いやかっこいいですねここね、はい、市長こうやって見回してみますと町屋風の建物が多いですね。そうですね、この辺りは多いエリアですね。そんな町屋の町並みを再現するプロジェクトの一環としてこういったマップも作られてるんですよ ね、はい、このマップではこんな風に町屋がいっぱい紹介されてるんですけども、はい、今私たちが立っているのはこの町屋の前です。15番、ね、はい、うん、町屋の特徴なんかも紹介されているので、これを読みながら歩くと、はい、非常に楽しく歩けるんですけども、確かに裏面にはマップもありますから、はい、これを一つずつ訪ねていくと、この辺りの町屋を楽しめるという思考になっています。昭和の初め頃まではこの海岸はほとんど町屋のこういった建物で埋め尽くされていたって書いてますね、はい、1年2年だといっぺんに増えないですけども、うん、やっぱり5年10年という積み重ねていくと少しずつ雰囲気が町屋の味わいになっていって変わっていくんですね。特徴が ね、それぞれ違って楽しいですね。そうですね、やっぱり日本人だからなんかこういう建物、ね、落ち着きますね。ゆっくり見ながら歩きたいですね、うん。東古川通りから寺町方面へ向かっていくと宍時川通りが出てきますね。そうですね、ここが次のチェックポイントなんですけども、はい、2年前にこの通り整備されたんですけども、はい、これが整備する前の通りなんですね。左側の写真です。普通のアスファルトの道ですね、はい、でここをどんな風に整備しようかということを地域の皆さんとずっとお話をしていく中で、これがもっと昔のこの通りなんですけども、ここには石畳があったんだよっていうお話などがあって、はい、この雰囲気を少しじゃあ再現しましょうということになって、はい、こういう石畳のある通りになったんですね。そうなんですか、はい、以前はこんな石畳だったんですね。そうですね、子どもたちが遊んでますよね。 いいね、うん、情緒漂ってて、これからこれに変わって、はい、今これになったっていうことですね。この通りはいろんなコーヒー飲むところがあったり雑貨屋さんがあったり、なんかいろんなお店が今少しずつ増えたり変わったりしてきていて、雰囲気がすごく良くなってますよね。こういう道がそのお手伝いをできるといいなと思ってます。両サイドは土っぽい感じを再現してるんですね。そう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 、うん、今は土はちょっとできないので、少しこういう色をつけて、うん、ここがアスファルトだとやっぱり石畳もいけないし雰囲気が変わってしまうので、はい、雰囲気的に合うように少しこういう色をつけてるんですね、うん、地域の皆さんと話す中で、はい、ここの安全性、子どもたちが落ちたりとかしないようにっていう話もあって、はいはい、手すりをつけることになったんですけども、うん、この手すりもなるべく色が馴染むように、この街路灯も足元を照らして安全に夜も歩けるようにっていうことと、こちらからは宍時川を照らして宍時川の雰囲気も味わってもらえるようにっていう、まあ、いろんな工夫がこの小さな通りの中に込められてるんですね。夜になったらここポッて明かりがつくんですね。そうです、ぼんやり明るくなって雰囲気いいでしょうね。宍時川通りを抜けて寺町通りに来ましたね、市長。はい、すごく雰囲気がある通りですよね。もう本当名前の通り、ずっと奥までねお寺が続いている通りですもんね。はい、ここが次のポイントなんですけども、はい、ここですか。はい、ここは皇太寺ですよね。そうですね、皇太寺で一体何があるんでしょう。はい、やってみましょう。
目まで来てお参りさせていただきました。ここもプロジェクトの一つなんですね。そうですね、実はこういうものがあるんです。はい、町中御朱印手帳なんですけども、この町中にあるお寺を巡ってここに御朱印を押していくという楽しみ方ができるんですね。マップもついてるんですけども、地域の皆さんが県立大学シーボルト校の皆さんと一緒に作ったものなんですね。これも新しいこの辺りの界隈の楽しみ方の一つですね。満徳殿というのはそこの本堂のことなんですけども、お釈迦様がたくさんのまた広大なお徳をお持ちという意味ですね。そういうことなんですね。これはこの界隈の新しいいい楽しみ方ですね。このね、ちょうどいい御朱印手帳があったらちょっと行ってみようかなってやっぱり気になりますね。そうですね、これ持っておくと記念になりますね。うん、通りにやってきました。そうですね、ここが次のチェックポイントです。はい、諏訪小学校ですよね、ここ。そうです、ここはもともと長崎奉行のまあサポート役をしていた町年寄の薬師寺家の屋敷があった場所なんですね。その当時の資料などをもとにその雰囲気を戻そうということで、この白い漆喰塀に変えたんですね。そうなんですか。はい、これが以前の。そうですね、様子ですね。はい、以前は普通のブロック塀だったっていうことですかね。そうですね、それが今漆喰塀に変わって、やはりあの昔の雰囲気であったり、昔そういう大きなお屋敷があった場所なんだなっていう雰囲気がこれで随分あの皆さんに伝わるようになったんじゃないかなと思います。子どもたちもこの、ここは薬師寺家っていう、あのお家だったんだよっていうことをこういうので勉強したりすることもできると思います。そして諏訪小のこの裏門の前にこんな大きな広場が、はい、そうですね、できてたんですね、市長。はい、ここが次のチェックポイントです。ここですか。はい、ここは町ぶら広場っていうんですけども、あのこの辺りはいろんな年中行事、祭事が多い地域でもあるんですけども、なかなかこういう皆さんが集まる広場がなかったんですね。はい、それでここを広場として開放しようということになって、今は例えばくんちの庭見世の時の休憩所になったり、それから地域の夏祭りに使われたり、いろんな賢い使い方を地域の皆さんが工夫をしてくださっています。そうですか、これだけ広さがあったらね。そうですね、いろいろできるでしょうね。そうですね、場所的にもすごく真ん中に近くていい場所なので、いろんな使い方をこれからもあの実験をしながら、賢い使い方をですね、見つけていきたいと思います。さあ、今回は町ぶらプロジェクトを体感しようというテーマでお送りしてきました。はい、もう本当歩いてみるとね、実際に楽しい場所たくさんありますね。すごくあの狭いエリアなんですけども、いろんな楽しみがこう詰まってるって、ぎゅって詰まってる感じですよね。まあ、まだまだそんな町ぶらプロジェクトの魅力が伝えきれていないということでですね、これ以降は次回来週後編という形で皆さんにお伝えしていこうと思います。今日はここまでです。市長どうもありがとうございました。ありがとうございました。